サンタマリア大聖堂とウルタード・デ・アンダの東カスコ・ビエホは、スペイン・バスク州、アラバ県の県とビトリア・ガステースを構成する区の一つ。カスコ・ビエホとはスペイン語で、旧市街という意味であり、ビルバオのカスコ・ビエホ地区や、パナマシティのカスコ・ビエホ地区など、スペイン語圏の多くの都市に、同名の地区が存在する。行政区分としてではなく、単に地域名としてのビトリア・ガステースの旧市街を指す。 際にもカスコビエホが使用されるが、旧地区を意味するパルテビエハもよく使われる。1181年、ナバーラ王国の三蝶六世によって、現在のカスコビエホ地区にあたる町は、ヌエバビクトリアとして建設された。1199年には、カスティーリアのアルフォンソ8世の部隊に奪われ、ヌエバビクトリアは、カスティーリア王国に併合された。ヌエバビクトリアは、次第に拡大し、 1431年には、フアン2世から、死の称号を得た。19世紀には、市街地が狭くなり、区外に向かって、市街地拡張が行われた。ビトリアガステースの中央部に位置する区である。南側で、エンサンチェクと、西側で、ロバイナクト、北側で、サラマガクと、東側で、エルアングロクと接している。中世に建設された城壁の内部に相当し、 南北方向の通りが長く、東西方向の通りが短いため、その形状はアーモンドに例えられる。アラバ盆ンの中央部にある丘とその斜面に位置し、現代のビトリアガステースはこの区を中心にして、放射状に拡大した。2002年の人口は1114人だった。サンタマリア大聖堂、カスコビエ北とその周辺には、名所が数多く存在する。ありがとうございます。